こんにちは、まゆです。いつもありがとうございます。今日のアドベントオラクルカードリーディング、今日は10日目ですね。10日目の、まあ、カード1枚引き、まあ、ちょっと2枚出ることもあるんですが、本日あなたに送りたい一言っていうのを読み取っていきたいなと思います。こちらのね、めっちゃ可愛い、今日はラインストライダータロットミニですので、超ちっちゃいんですよ。こんな感じのミニミニです。いつも今までがね、ちょっとデカデカカードだったこともあるので、とっても可愛らしくなっておりますが、シオロトンプソンさんのですね、ラインストライダーでやっていこうかなと思います。三択式になってますので、 ABC で、123いろはでもいいんですが、ピンとくる選択肢があれば今選んでみてください。 A さんから順番にカードを出していくので、カードが出揃ってからですね、すごく惹かれるものとか、なんか気になるものとか、いやこれでしょうみたいなね、のがあれば、そこから選んでいただければと思います。あ、出た、飛び出ました。こちら、はい、エースのペンタクルが出てます。かわいいウサギさん、よいしょ、かわいい、はい、A さんこちら、ではB を選んだ方いきましょう。 B を選んだ方の、あ、なんかこれが今2枚ポンって2枚出ました。はい、 B を選んだ方こちら、ナイトのペンタクル、お、ペンタクル続き、そして、あ、5のカップです。はい、こちら2枚、よいしょ、2枚出ましたね。 B さん、はい、では C を選んだ方、あ、なんかこれ1枚カードを飛び出ました。あ、カップ、キングのカップです。はい、では、カードが出揃いました。 ABC、 A がこちらエースのペンタクル、 B が2枚出て、ナイトのペンタクルと5のカップですね。で、 C さん、 C を選んだ方がキングのカップになります。まあ、イラストでね、パッと選んでいただいたり、言葉でもいいですが、位置でも、なんか惹かれるものでもいいので、選ばれました。ほい、では A をお選びの方、受け取れることっていうのが、 S の時点で始まりっていうね、こう S があって、その次に 2,3,4,5,6,7,8 で10まであるんですが、 S で始まり、すごくなんか芽吹くっていうイメージがあるんですね。で、その、ペンタクルですので、例えばお金、物質的な、例えば資産であったりとか、そういったものを指すことが多いんですが、ちょっとね、このイラストも見ていて、そのね、何か春を待つみたいな感じもするし、春がすぐそこに来ているっていうふうに見えるんですね。で、これがお金に関してだけではなく、人間関係もそうですし、何かこういろんなね、種を植えられて、いろんなところに種をまいて、でそれに水をやって、栄養をね与えて、太陽の光を与えて、お世話してっていうことをいろんな分野でされてきたんじゃないかなと思うんですよ、 A を選んだ方が。それが例えば人間関係の構築、ネットワークの構築、いろんな講座を取っていて、ご自身の知識とか経験を積み重ねて積み上げていかれているとか、キャリアでもお金でも人間関係でも、例えばダイエットもそうだし、美容に関してもそうだし、健康とか若返りでもそうですが、それが芽が出るよっていう風に見えるんですよ。そういう風に聞こえてくる感じがして、芽が出るよ、今すぐそこまで来てるから、今現実でね、例えば現実で、変わらないじゃないかと、全然なんかシワが減ってないじゃないかとか、配当金出てないじゃないかとか、いっぱいお客さんを作ったはずなのに売り上げになってないじゃないかとかって一見思えたとしても、芽が出るところだから、今からそれを確実に、あなたが植えてきたことっていうのは、ベストなタイミングで、そのちょっとね、じらしというかね、なんかちょっとワクワクなタイムラグがあるわけですよ。で、そのプロセス自体も楽しんでほしいっていう風に聞こえるんですよね。芽が出るからと、出てるから、そこ見つけてと、見てみてと。で、そこに、あ、こうやって成長していくんだ、こうやって大きくなっていくんだ、こうやって自分って成長していくんだ、こうやって物事って、人間関係って、いろんなね、こう積み重ねたものって、こうやって広がっていくんだ、大きくなっていくんだっていうプロセスがゴールであり、そこを楽しんでほしいと、まだ出ない、まだ出ないって、あのトネトトルでも言いますけど、わーってもう水をね、角にあげちゃうとかね、しがちです。やっちゃいますよ、そんなこと。やっちゃいますし、もういいやって言ってね、諦めたりもしたくなりますが、実は
着実にですね根を張り、種からね芽を出し土をこう破って出てくるっていうところにいらっしゃる。そこの、まだ出ないって何このまだ出ないまだ出ないっていうこの感覚何何これ新しいっていうねその体験がしたくて来てるっていう部分もあると思うので、それが芽が出ているもう生い茂っているっていう豊かになりまくっているっていう状態を今感じると。でそうでない現実もそれもいいとこれも体験したくて来てるんだよね。今を受け入れられると初めて次のステップが見えるのでその芽吹きっていう部分をこのね可愛いあのとてもつぶらな瞳のですねうさぎさんがね出るからねって出てるからねって芽が出てるからねって言ってるように聞こえます。可愛すぎるというふうに聞こえましたが何かちょっとでもお役に立てたら嬉しいなと思います。ありがとうございました。はい、では B を選んだ方から B を選んだ方のカードは2枚出てますがナイトのペンタクルそして5のカップですね。ペンタクルっていうのがまあ土の地のエネルギーですので例えばお金とか地道に何か育つもの資産もそうだし経験もそうですしもう物質的な、ね、ものを表すことが多いです。でカップっていうのは感情とか気持ち的な部分目に見えない部分っていうのをね表すことがあります。ペンタクルの中でもしかもナイトナイトって4種類がいる中でかなりですねゆっくりめ地道なタイプのイケメンなんですね。彼がねイケメンと言いますかすごく長い目で見るっていう感じなんですよ。でそのカードが出てるっていうのは美を選んだあなたに伝えたいことっていう風に見えるんですよね。その小さいスパン短いスパンで見るとここに、ね、出てるようにちょっとね一瞬何かが壊れてしまったりとかなくなってしまったりとか離れていってしまったりっていうこの本来のカードの意味が一見なくなってしまったもの壊れてしまったものとか終わってしまったものっていう風に、起こっていることに対して心を引っ張られちゃうっていう状態なんですよね。でこのカードのポイントはここの一番近くで一番大切なもの目を背けちゃいけない大切な存在に気づくっていうことでもあるんですね。終わってしまったものとか減ってしまったものなくなってしまったものがあったとしてそれが物であったり心に関する、ね、人間関係であったりとか大切な存在だったりとかっていうかもしれないんですが本当の本当に大切なものって一番そばにずっとずっと一番そばにいるんですよ、まあ、それがご自身の中のご自身もハイヤーセルフだったりご自身自身が寄り添うということに思い出したりとかあなたはずっとどんな状態でも無条件に愛されているっていうことを思い出すとかそういったことのために起こったりするんですね。でこれが必然だったこれがベストだったと思える時が必ず来るあなたはそれができるからっていうことで起こるんですね。そのスパンっていうのをもう一瞬でそこだけ切り取ってみると辛かったりとかとてもへこむとか悲しかったりするかもしれないです。でも大丈夫って長い目で僕が見てるから支えているからって今が例えばちょっとだけもしくはものすごく辛かったりとか心にねぽっかり穴が開いてたりとかそんな感覚あったとしてもその感情っていうのを噛みしめて体験をし尽くしてからその、ね、蓋をしようとしなくていいから我慢しなくていいからっていうこととそれがなんかこう後ろからですねこれ1枚目に出たんですけど1枚目から後ろからこうなんかブワッと支えてる感じがするんです。すごく寛容でものすごく長い目で広い目で見る存在がですねあなたをこう包んでいるっていう感じがします。だから、目の前のことに関してとても心が揺らいでいたりとかありますよね。でそれを支えているそれを守っているあなたを見守っているいつもそばにいてサポートしている存在っていうのが必ずいるのでそこを今無理やり気づかなくてもいいんですけどそれがいるってことを思い出してほしいっていう風に聞こえました。このカードたちがですね、まあ、緑もねその癒しというかハートチャクラの色ではありますがハートを丸ごとですね包んであなたを応援しているっていう風に聞こえまして必ずあなたは大切なものを気づけるし大切なものがずっとそばにいることを覚えていてほしいと。何かが終わったりとか離れていったりとか壊れてしまうっていうのはお役目を終えたということがとても多いんですよね。何かあなたと一緒に学ぶべきことがあって
お互いね鏡ですから、べきことがあって、お互いの学ぶフェーズを終えたと。でそのためにあなたが次のステージに行かれる、さらに成長していかれる、さらに高みへ行かれるっていう時に、新しいスペースを作るために何か手放すっていうことが必ず起きてくるので、そのためなんだと。あなたが成長しているからこそ、あなたがより美しくなったり、さらに強くかっこよくね、素敵な状態になられる、それが前提で起こっていることっていうことがほとんどだと思いますので、ぜひ安心して、泣きたい時は泣く、苦しい時は辛いと、甘えてご自身にですね、甘えてそれをよしよしとしてあげるとですね、実際現実世界でもそういった存在っていうのは必ず出てきてくれますので、この存在っていうのをぜひ思い出してほしいっていうことでした。何かちょっとでも役に立てたら嬉しいなと思います。ありがとうございました。C を選んだ方、 C のカードはキングのカップですね。キングオブラブと呼ばれるですね、愛の王様と呼ばれるカードですが、この絵がですね、ラインストライダーの絵ってちょっとね、何ですか、ローマ皇帝なんでしょうかっていうぐらい美麗 なんか彫刻のような絵なんですが、普段ね見るスタンダードなタロットカードとちょっと違うんですよね。これチューニングしてみて、受け取るもの、今日のあなたに送りたい一言っていうテーマを意図して受け取るものっていうと、カップってこの感情とか愛情とかですね、こう溢れてくる水のようなものっていう風に表されていて、キングになってくると、それが例えばご自身へ向けられる愛とか、一番大切なね周りにいる人たちへの愛っていうよりも、もうなんか宇宙レベル、世界レベル、もっと大きな国家レベルですね、宇宙レベルなんかみたいな、とにかく大きい、遠くまでご自身が直接知らないような人にまで愛が届く、メッセージが届く、愛と光が届くみたいな状態のように取ったりするんですね。王冠がちょっとねここ削れてたりするんですよ。でこれで入ってくるのは、あなたが例えば社会的な地位、それが例えば家族の中での立場だったりとか、父母とか姉兄でもいいですし、子供でもいいですし、どの立場であれ、課長であったりですね、祖父母であったり、どんな立場でも、それが会社でもどんな団体であっても、何か肩書きがある、社会的な面、肩書きがあったりして、その立場、その肩書きのために人が集まってたように感じられることがあっても、それがない状態でのあなたっていうのが愛される、愛し愛される状態っていう風に聞こえるんですね。ちょっとなんか微妙かもしれないんですけど、この王冠がなくてもあなたは王であり、王冠がなくても、立派な、ね、服を着ていてもいなくても、あなたはあなたであるからこそ愛される、素晴らしいっていう、それを伝えたくて来てるっていう風に聞こえるんですよ。逆に言うと、そういった飾り、身につけているもの、つまり何かのステータス、立場っていうのを超えて、その先にあるあなたそのものの価値、もしくはそれを、そういった立場、そういった肩書きを共有している人たちとの関係っていうのが、それを超えて本来の純粋な本音の部分でのあなたとか、大切な人、近くにいる人たちとの関係であったりとか、それが例えばこういった配信動画をね投稿するとか、 YouTube とかインスタ、 TikTok でもいいです、 SNS で何かを発信されていて、それが遠くまで届くっていう時に、何かのこうキャラを演じるとか、ここで言うね王冠をかぶったり、立派な服を着たりとか、玉座に座るとか、そういったことではなくて、あなたらしくいるからこそそれが届くっていう風に聞こえます。あなたが偽るじゃないんですけど、何かこうキャラを演じるであったりとか、その立場に合わせて仮面を変えるっていう感じよりも、それをパンって脱いだ時の素なご自身、本当のあなたみたいな部分に魅力というか、そこがあなたが自然体で、こんなんでいいのみたいな、こんな自分でいいの、こんな自分で愛されるのっていう感覚でも十分なぐらい、それぐらい自然体のあなたが周りに及ぼす力みたいなね、あ、そっか、自然でいていいんだと、自分って自分を出していいんだって、結局その愛って届くんですよ。ご自身がご自身に、あなたは冠があるから偉いんではなくて、あなたがあなただからすごいんだよ、あなたがあなただから好きなんだよって、ご自身がご自身に言えるから、言えるようになるからこそ、なってるからこそ、
まあ、それが大事って言われている時期かもしれないんですが、それが伝わる、それが伝播する、それがあなたのこのキングオブカップスと言いますかね、あなたの王としてのカップの王としてのですね存在感というか、なんかそんな風に聞こえてきました。肩書きであったりとか肩に乗っかってるもの、何かのステータスっていうのを手放したところにあるご自身の姿っていうのがとっても、楽しみというかね、その部分が大事になってくるっていう感じに見えました。ありがとうございます。何かちょっとでも役に立てたら嬉しいなと思います。ではこんな感じでラインストライダーというね、ちょっとミニミニサイズで、ちょっとね絵も水彩画っぽくて、すごくアーティスティックな絵で、ちょっとねギミ、ちょっとこうひねりが効いているというか、解釈がまた違っていて面白いなと思いました。ちょっとでも何かですね、ああそれ確かに言えるなとか、そここうかなとか思われたことがあったら、ぜひコメント欄で交流してくださるとめちゃくちゃ嬉しいです。高評価チャンネル登録でも応援してくださるとめちゃくちゃ励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、またお話しましょう。ありがとうございました。ではでは。